今度はこのまま腰を丸めます。丸めたままで前後に動きます。あとお尻を前に突き出す感じで、そのまま腰を丸めたまま、腰が反れないように注意です。はい、オッケー。これで腹筋群全体を使えてます。くびれにもいいです。オッケー。今度体重をね移動させる感じで腰を丸めたままです。今度は仰向けで寝ましょう。足を組みます。起き上がっときます。スタート。できるだけ体を起こしてください。しっかり吸って吐きます。お腹をどんどん引っ込めながら息吐いて。 OK、 反対も一緒です。手で足持ってていいです。行きましょう。しっかり吸って吐きます。オッケー。もう一度反対足です。今度は足を動かしていきます。スタート。できれば1回ずつ息吐いて、ふうふうって感じで、オッケー。オッケー。反対も同じようにいきましょう。スタート。腰丸めることでね、お腹に力が入りやすくなりますから。お尻もストレッチできてます。 OK。 手のひら2枚分ぐらい引っ込めてください。これで息を5秒間吐きます。それを5回いきましょう。スタート。1、2、お腹をどんどん引っ込めます。3、4、5、吐いて。1、2、3、4、5、吸って、吐いて。1、2、3、4、5、吐く。1、2、3、4、5、はい、吸って、吐いて。1、2、3、4、5。 OK。 反対足も一緒です。あと1、2、3、4、5、2、2、3、4、5、3、2、3、4、5、4、2、3、4、5、5、2、3、4、5。はい、オッケーです。今度は足をね少しずつ動かしてみましょう。あと2、3、4、5。そうそう、こういう感じです。バッチバッチ。足はあんま伸ばさなくていいです。少しだけ伸びれば OK。 呼吸だけ合わせて5秒。腰が離れないようにお腹引っ込めたままです。OK。 今度はチューブです。初級の方は起き上がったら足を曲げて戻る。中級の方は起き上がったまま抱えて戻す。繰り返していきましょう。呼吸は一緒です。いきます。スタート。1、
1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、3、2、3、4、5、4、2、3、4、5、ラスト、5、2、3、4、5、はい、OK です。それでは反対頑張っていきましょう。疲れた人はね、初級に変えてもいいです。初級の方は引き続きいきましょう。いきます、スタート。1、2、3、4、5、2、2、3、4、5、うわー効いてきた。3、2、3、4、5、4、2、3、4、5、ラスト、5、2、3、4、5、うわー腹に効いてきた。それでは下腹軽く向きましょう。初級編の方は足を組んで1回ずつ寝ます。中級の方は体を起こしたままで足を動かしていきます。さあラスト、好きな方やってください。いきましょう、スタート。1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、4、2、3、4、5、5、2、3、4、5、うーわー、いってー、はい、いってー。どっちの足組んだか分かんなくなってきた。こっちか。さあラストいきましょう。いきます、スタート。1、2、3、4、5、2、2、3、4、5、3、2、3、4、5、4、2、3、4、5、5、2、3、4、5、うわー、いってー、腹筋が飛んでいく、いってー。